その後交流は沈静化。マルガの死骸には目立った被害なし。偵察隊からはこのような報告が入っております。そうか、私には沈められなかった氷を、あの歌巫女は沈めたというのか。オリジナルのディーバ・マギカとはいえ、あの娘、ドラグナーとしてはさほど秀でているようにも見えなかったのだがな。私とて伝説に歌われたドラグマキナを従えてきた竜使いだ。あのオリジナルと私の間にいかなる違いがあるというのか。だが光竜の力が高まっていくのを見たあの時、私は絶望的なまでの恐れを感じていた。あの力を制御する方法がはっきりするまでは光竜に手を出すのを控えるべきかもしれんな。それが賢明かと。まずは残る2体のユグドラシル、海竜と名竜のドラゴンソウルを探すことに全力を挙げるべきと考えます。光竜の件はそれからでも遅くはないでしょうな。ヨアヒム、気候の見方を聞かせてもらおう。専門家としての意見をな。意見というと？ユグドラシルのドラゴンソウルを手に入れた後に光竜を従えることができれば、本当に不老不死は実現できるのであろうな。あ、不老不死ですか。それは何とも、これから検証してみないとですね。なんだと、それでは話が違いはせぬか。アルフヘイム信仰の大前提が根底から崩れ去るではないか。いや、そんなこと言われましても。もともとこの侵攻作戦はキコーラ刻印協会が不老不死の力が手に入ると皇帝陛下に勧めたのが発端のはず。なのにそれが実現できるかどうかわからぬとは一体どういうことか。皇女殿下、ヨアヒムの言葉が足りず我らの真意が伝わらなかったようで大変失礼をいたしました。ユグドラシルのドラゴンソウルにより不老不死の力が得られること自体は間違いございません。一般的なドラゴンソウルの力を用いた肉体の強靭化や特殊能力の付与といった技術はすでに実用化の域に達しております。これらの技術の延長としてユグドラシルのドラゴンソウルによる不老不死が可能であることは確実と申し上げられますが、肝心のドラゴンソウルが揃わないことにはより具体的な方法論までは確立できぬというのが現状でございます。はいはい、そういうことですよ。ならば早急にユグドラシルのドラゴンソウルを見つけ出し不老不死を得る方法を確立するのだ。よいな。は、父上からの手紙を見るに体調が優れぬご様子で身心も弱くなっているようだ。娘の私としても本当に胸が痛む。今皇帝陛下にもしものことがあれば私がすんなりと帝位につけるとは思えん。皇族内での基盤は盤石とは言い難いからな。おそらく帝国は再び皇位をめぐった内乱に突入し婿の臣民に途端の苦しみを味わわせてしまうだろう。それだけは避けなければ。重々承知しております。どうか我々にお任せを。急ぐのだ。次の軍議までにユグドラシルのドラゴンソウル捜索についての具体的な計画を提出せよ。ふん、あの皇女さんがあそこまで光竜の力にビビっちまうとはな。皇女殿下が慎重になるのも無理はない。光竜の力はそれだけ凄まじいということだ。どうやらジーナスの言った通りだったな。
光竜はまだまだ真の力を見せてなかったってことか。これなら少しは楽しめそうだぜ。ところでゲオルグ、お前の方の計画はどうなってんだ？いつになったら俺との約束が果たせるんだよ。こちらはもう少しかかるだろうな。ユグドラシルのドラゴンソウルだけではなく、光竜を従わせる必要もあるからだ。なんだよ、そっちも光竜か。どっちにしても光竜をぶちのめさなければいけないってわけだな。あとはあのユーマってガキがどうすれば俺と本気で戦うようになるか、そいつを考えねえとな。好きにやるがいい、ゼスト。こちらとしてはお前の動きを最大限に利用できるよう考えるまでだ。最後には必ずや貴様を神の意向の前にひざまずかせてやろう。だが公女の力でも光竜を御しきれぬとは誤算であったな。これは何か方策を考えねば、光竜を従えぬ限り竜明剣ヴァンデルホーンの力を引き出すことはできぬのだからな。ヨアヒム、私と来い。前後策を練るぞ。はいはい、わかりましたよ。エクセラ様、うん、ベアトリスか。そんなに気を落とさないで。光竜のことならいくらでもチャンスはありますわ。エクセラ様ならきっとキリカ様のように光竜を従えることができると思います。その方法までは私には分かりませんけど。キリカ、あのオリジナルの歌巫女のことか。その口ぶりからすると貴公は彼女と知り合いのようだな。そんなところです。向こうは私のことを忘れたいと思ってるでしょうけどね。なぜだ。昔私が手ひどく裏切った相手なんですよ、あの人は。裏切った？こう言ってはなんだが、それは嘘であろう。貴公はただ我が身を苛んでいるだけのように見える。なぜ裏切ったなどと偽るのだ。またですか、エクセラ様。エクセラ様は私を買いかぶりすぎてますわ。だって私は生まれついての裏切り者、忌まわしきダークエルフなんですからね。貴公は何かといえば自分はダークエルフだからと執事を引き合いに出すが、それはラグナロクの折、ダークエルフが我がアルモニクスをユグドラシルたちの元から持ち出したという故事のせいか。ええ、エクセラ様だってその話はご存知でしょ。ウェルラントのエルフたちはよく知ってましたよ。そのおかげで私もいろいろとね。なるほどな。それで貴公はユグドラシルやエルフたちから見れば、確かにかのダークエルフの行為は裏切りとなろう。だがな、私からすればそうではない。千年前のダークエルフたちは私にとっては恩人と言ってもいい。恩人ですか。うん、彼らの行為の結果、最終的には刻印教会へと伝わった我がアルモニクスに巡り会えたのだからな。おかげで私はドラグナーとなれたのだ。それはそうかもしれませんけど、だから私にとって貴公は裏切り者などではない、信頼に足る相手だ。でもそれとこれとは話が違っても構わん。言いたいことは私が貴公を信頼しているということのみだ。だからこそ貴公にしか頼めないことがある。
私の話を聞いてはくれまいか。私なんかに頼みですか？ご命令ではない。そうだ、これは貴公の立場を危うくする可能性もある。嫌ならば断ってもらいたい。とりあえずおっしゃってみてくださいな。うむ、実はゲオルグのことなのだが。小さい頃に暮らしていたエルフの村では交流の力を恐れていたのか、誰も僕の友達になってはくれなかった。だから僕は隙を見ては村を抜け出し、交流の力を使って遊んでいた。空を飛んだり岩を転がしたり。でもそんなある日、僕は森の中で大きなモンスターに出会ってしまった。怯えた僕は交流に助けを求めた。心の中で交流の影に逃げ込んだと言った方がいいかな。だけどそれは間違いだった。僕の心が不安定になってしまったせいで交流の力が制御できなくなったんだ。気づいた時には辺りはひどい有様だった。まるで山火事の後、いや火山の爆発。とにかく凄まじかった。辺り一帯は丸ごと破壊されていた。交流の力で木も岩も山も川も全てが爆風で吹き飛ばされてしまったんだ。僕自身も怪我をして一歩も動けなくなった。人間の姿に戻ることもできない。そんな状態になってようやく僕は交流の力の恐ろしさを思い知ったんだ。恐怖で頭の中が真っ白になっていた。痛みと恐怖とそして後悔で僕はそのまま動けずにうずくまっていた。意識も途切れ途切れで一体どれだけの時間が経っていったのかもわからない。多分何日も過ぎたんだと思う。このまま死んでしまうのかなと、そんな思いが頭をよぎり始めた頃、あの子が現れたんだ。で、城の方では何て言ってた？お父様もバローズ団長も解放に向かってはいるけど、まだ熱が高くて意識がはっきりしないの。話すのは無理みたい。そっか、早く良くなるといいんだけど。ありがとう。二人が回復するまでは王女として私がしっかりしなきゃね。敵の様子はどうなの？静まり返っておりますぞ。まるで戦などないかのように。なるほど。レスティ、そちらの戦線はどうかしら？こちらも同じだ。まるで動きが見える。この前の戦いでエクセラが交流を捕まえ損ねたからな。敵も慎重になってるんじゃねえのか？となると敵は現在なるべく戦いを避けつつユグドラシルのドラゴンソウル創作に注力していると見るべきだな。そうね、こちらもユグドラシルのドラゴンソウルを探すべきだわ。
クウリュウのドラゴンソウルは奪われましたが、まだカイリュウとメイリュウのソウルが残っているはずです。とはいえ、ここをガラ空きにもできないよ。アルベル王が倒れたままじゃ、軍の方でもまともな防衛体制なんか取れないだろうし。防衛体制の方は大丈夫だと思うわ。騎士団は損害を受けたけど、城壁は無事だし、守備隊はある程度戦力を保っているし。だからこちらもドラゴンソウル捜索に力を入れるという方針でいいと思うんだけど、問題はそれがどこにあるかということね。そうですね。これといって情報が、ユグドラシルのドラゴンソウルか。そういえば兄様、何かご存知なのですか？はっきりした情報ではないのだが、シャリオン海岸の方に送り出した偵察隊がそれらしいものを見たようだ。本当？確認はできていないのですか？それになぜ今頃になって発見されたのです？そのあたりのことは確かめる暇がなかった。何しろお前たちの救援に向かわなければならなかったのでな。ってことは見つかったのはあの戦いの直前か。調べてみた方が良さそうだな。どう思う、ソニア？そうね、シャリオン海岸ならそれほど遠くないし、行ってみましょう。気を引き締めて、ぼんやりし
ありがとう。気持ちを合わせて。決まった。いい感じだね。
何か用？ううん、用っていうほどのことはないんだけど、マリオンは何をしてるのかなと思って。特に何もしていないよ。ただこうして座って休んでるんだ。今日は少し疲れたからね。そうか。最近立て続けにいろいろ起こったからね。そうだ、何か飲み物でも持ってこようか。ユーマ、僕を気遣ってくれるの？当たり前だよ。僕たちは仲間じゃないか。仲間？そっか、僕たちは仲間なんだね。改めて言うとちょっと恥ずかしいけど、うん、そうだよ、僕たちはもう仲間だ。ユーマ、ありがとう。仲間になれて嬉しいよ。これからもよろしく。ああ、うん、僕の方こそよろしく、マリオン。ああ、だるい。